益城町にある津森小学校のプールでは、水着ではなく長袖長ズボン姿で着衣泳が行われました。これは熊本 YMCA が水の事故を防ごうと全校児童を対象に毎年開いているものです。津森小学校では75年前、修学旅行中の児童たちを乗せた遊覧船が日名具沖で転覆し、合わせて24人が亡くなりました。その教訓を生かそうと、児童たちは服を着ていても浮いて救助を待つことができるように訓練を行いました。これはプールだけど川の流れとかがあるから、浮いてる時間は川になると短くなるのかなと思いました。浮いたのが難しかったです。子供だけで危ないところには行かないようにしたいです。